はい、皆さんこんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、大阪地検で大失態ということで、皆さんもご存知でしょうか。先日ですね、大阪地裁で、大阪地検特捜部案件で起訴された事件が、なんと無罪の言い渡しがありました。でこれはですね、考えるにですね、検察側の、失態といいますか、冤罪事件であるというふうに言える可能性が高いです。昔、村木さんという有名なですね、冤罪事件がありましたけれども、それに次ぐぐらいですね、大変な感じになっているというふうにも言えますので、今日はこれをちょっとご紹介したいと思います。株式会社プレサンスコーポレーションというですね、東証一部に上場していて、売上がなんと2200億円もあるですね、不動産会社があるんですけれども、ここの創業者で社長の、山岸忍さんという方が2019年に、業務上横領で逮捕されました。で、どういった事件内容かと、簡単にご説明しますと、2016年ですね、山岸さんが、名城学院というですね、学校にですね、この学校が、移転するということで、個人で18億円の貸し付けというのを行いました。でしかしですね、この名城学院の次期理事長となるですね、大橋さんという女性の方が、山岸さんが貸し付けたお金をですね、横領されていたということです。で、2017年にですね、実際にこの名城学院というのは移転をせずにですね、建て替えを行うことになります。でその際にですね、この名城学院の土地の半分をですね、売却します。で事実上ですね、このプレサンスコーポレーションに売却することになったんですね。で、その売却価格は32億円になります。でこのプレサンスコーポレーションは、名城学院に対してですね、21億円の手付金というのを支払いました。で、この支払われた手付金の中からですね、名城学院は、2016年、この時にですね、山岸さんに個人で借りた18億円の返済に充てたと。でその残りに関しては、分配をしたということです。でこの分配というのは、ここで出てくる大橋さんがですね、いろんな方に分配していったということなんですね。でここで何が問題になるかというと、2016年に山岸さんは名城学院に、個人で18億円を貸しています。でその後にですね、名城学院のプレゼンスコーポレーション会社に売却して、入ってきたお金を山岸さん個人に返済していると。これはどうなんだというところもあるんですけれども、もっと問題となっているのはですね、山岸さんは、名城学院に、貸し付けたのか、それともですね、そこを名城学院に行ったお金というのは大橋さんに行ってたわけなので、大橋さんに貸し付けたのか、ここも問題となっています。もしも山岸さんが名城学院に貸し付けたということであればですね、名城学院が得たお金を山岸さんに返済するというのは、これは問題ないと思います。そのプレサンスコーポレーションに売却したというのは、その金額の是非というのもあるんです。ここは問題ないとされているですけれども、山岸さんがもしも、大橋さんに貸したというふうに認定できるのであればですね、そこから名城学院のお金で返済を受けるというのは、それは横領であると、そこが問題に、一番の問題になっていたわけです。しかし事件で裁判ではですね、山岸さんは名城学院に貸していたということが裏付けられて、大橋さんに決して貸したわけではないということで、山岸さんに関しては無罪が言い渡されています。で逆に大橋さんは名城学院の方から横領してましたので、こっちは有罪になっていると。それから山岸さんの部下もですね、この一連のですね、事件の絵を描いたというふうに言っていいんでしょうかね、ところで有罪になっていると。でただ山岸さんは単純にですね、部下から持ってこられた案件に対して、名城学院にそのまま個人で貸し付けたということだけでしたので、そのまま無罪になると言っているようなところです。で、どうして山岸さんが逮捕されに至ったかというと、結局、部下がですね、山岸さんの部下が、山岸さんもこの一連のですね、横領事件に関わっていたんだという発言を引き出した
したからだと思うんですけれども、この発言の引き出し方に問題があった、特捜部の誘導、脅迫じめた尋問等々があって、結果的に山岸さんも関与していたと、部下が発言するに至ったということもあり、このあたりも含めてですね、無罪というふう判断が下ったということです。実際のところというのは、それはどうかわからないですけれども、刑事裁判というのは、しっかりとですね、証拠すべての世界ですので、山岸さんは大橋さんに、貸したんだという証拠は当然出なかったというふうに、そのように認定されたということだと思います。で、残るはじゃあ山岸さんの部下の証言だけだよねとなった時に、このような、脅迫じみた誘導尋問みたいなのがされていたのであればですね、それは決してやっぱり許されることではないと思いますし、本当にですね、こういった冤罪とも言えるような事件というのは本当に許しがたいと思います。で、何よりもですね、山岸さんはですね、プレザンスコーポレーションの創業者であるんですけれども、今プレザンスコーポレーションというのはオープンハウスの傘下に入っています。で、逮捕をきっかけにですね、事実上会社から追い出されてしまっているような状況にもあり、ここで冤罪無罪が確定したところでですね、今はもうすでに株主も異なっているわけなので、会社に戻りたくても戻れないわけなんですね。こうやって、このような、事件の背景では、本当に、人一人の人生が変わるわけですから、本当にですね、恐ろしい、事件であるなというふうに、思いました。で、この大阪地検のこの、一連の事件というのはですね、まだ今地裁の地裁レベルですので、今後、高裁に行くのか、それとも、もうこれ以上は有罪を勝ち取れないというふうに大阪地検が判断すれば、このまま無罪で終わるので、このあたりは本当に注目して見ていきたいなというふうに思っています。刑事事件というのは起訴されば 99.9% 有罪というような話がありますけれども、そんな中でも特捜案件でこのような事態になるというのは、地検としても相当ですね、責任がある話ではないかなと思いましたので、今日はちょっとですね、このちょっとプレザンスコーポレーションの件について皆様にもご紹介させていただきました。そんな感じでね、また何か続報があればご紹介していきたいと思っております。ということで今日は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。